はい太郎ですあのー、忘れてはいけない内田理子ねこれも毎日しゃべらないとちょっと皆さん気持ちがスカッとしてないんじゃないですかこいつねこいつってもういいですよもう何を言われようが旭川の一部の人からどうこう言われようが私にはね愛美がいるから <laughs> 旭川の人たちから嫌われようともねうん上野御徒町ね宝島奈美ね ありがたいです。ね。そろそろネタがつきそうだなと思ってこういう風になってる。ね。ね。そうなんですよ。ね。性欲モンスターを凌駕する。ね。両親殺し。まあ、性欲、そうなると性欲モンスターなんてもう可愛いもんですわ。まあ、やってることは無茶苦茶なんだけど、ね。人殺ししちはいけませんけど、直接。ね。ま、なみなんて、親殺しですからね。本当に。40年ぐらい前は死刑または無期ですよ。ね。 死刑と無期しかないんですよ。ね。本当に、ね。あの、有名なお話、なんで事実があったお話だけど、すごくはしょって言いますね。あの、もう昔は親を殺したら死刑または無期。親が子を殺すっていうのは執行猶予になったり、量刑なんか短かったり。なんか親のが偉くて子は殺されてもみたいな、あの、明治の、あの、憲法ってそんな風なんです法律って、刑法って。そんな風だったんですよ。 でこんな不幸なことが起こったんですね。ある女の子が養子で縁組で、えー、ある親にもらい受けられるみたいにして養子縁組親子になったわけですよ。ところがその親というのはその養子の女の子に乱暴狼藉ましてや妊娠させるようなことをしたりね。あの 好きな人ができてどうこうっても許さないみたいなことがあって、もう本当にひどい虐待をして、ね。で、この子がもう思い余って、まあいろんな事情があって、本当に、あの、その親を殺した。当たり前殺されてもおかしくない。今だったらしっこい,いようになっちゃうような罪ですわ、こんなの。うん。ところがその時の法律っていうのは、親を殺したのは、ね。死刑、また無期。 その、それしかないんですよ。死刑か、ま、向きしかないんですよ。だから弁護士も周りの人も、どんだけこれ気の毒にも、もうこの法律がおかしいって話になって、まあそこから変わったっていう経緯があるんです。だから、それぐらい重い親殺しっていうのは、子が親をこう、尊いというふうに思わなきゃいけないみたいな、そういうところだったんですよね。まあでもね、これ、まあそんなところのね、法律だとか、その法律の、 成り立ちをぶっ,ぶっ飛ばすようなねこのねえうん母親の顔面をあそこまで変形させるほどの殺意って何だろう ?31 歳ですね自分も母親なんですよねうんそうかここに子供がいるのかねうんまだちっちゃいんだったらねうん これどうすんだ今ふっと思ったかそこ考えが至らなかったな私、うん、喜んでこの「宝島なみどうのこうの」って言ってたけどちっちゃい子供がいるんだよね確か関根の子供ではない、うん、でもう一人妹がいるけどもうその妹っていうのは、えー、龍太郎さん幸子さんのお子さんなんですよね。 多分この姉とこの下の妹さんとはあんまり縁があれだその子供を引き取ってなんていうことはないということになると親族が少ないっていうことになれば自然的にそういうことかどうすることもできませんよねえおばあさん亡くなって母親死刑うんだこういうことになるよっていうことですよ うん、まあ最近ね喋りながら気づくってことがありますんで、うん、そこを黙らないそうですよねここなかなか悲しいことですよねそのまあ幸子さんから見せた孫愛美から見せたね子供この子たちはねまああんまり言いたくないけどもそういうことですよね。うん、親族がいなければ児童相談所ですねとりあえず。 まあ、両親をね殺すような親のもとにいるよりは、うん、というふうに簡単に他人は言いますけど、ね、子供にとってはねうんあのー、それぐらいの子供のねお子さんの気持ちっていうものをね、まあ、私こういう事件調書とかそういったものとか事件に携わってますからね、あのー、いろいろあったんだけど、えー、虐待して ネグレッストで子供をほったらかして帰ってこないっていうふうになってるその子供を保護した時にその子供ってその母親のことを守るんですって、えー、かばうんですって大変だったねお母さん何かされたのひどいことされたのうんうん全然そんなことないよお母さんご飯僕のためにたくさん料理作ってくれるんだ 何あのね、卵かけご飯それとね、ふりかけご飯あのね、卵かけご飯、ふりかけご飯って言って泣き出すそうです。それでも子供は母親をかばうと。うん。私はそういうことを、あのー、 ね、こ机に座りながらこれ記事とかずっと読んで何、何百何千っていうふうに話をしている中で、見てはいないです。経験してないです。携わってないです。だけども、この、こういうことを一人でもなくすために喋れることはないかなと。ただ、まともなことを言っても誰も聞いてくれないです。全然。昨日のことを見てもそうじゃないですか。神戸6人、えー、6歳児殺人事件。他のものにして全然伸びてないですね。 うん、で、ホームレスが警察官を刺したっていうことも伸びてないです。いや、見ていただいてる方は見ていただいてる。それってどういうことか。ね。まあ、6歳児の殺人事件なんて本当に、まともな人から見たら考えられない、信じられないような、ね、話ですわ。ね。大都会でホームレスの、 女性が警察官を刺すって。ね。考えられないって言うけど、じゃあ、ホームレスになってる50代の女の人が、警察官をハサミで刺しに行くことになるまでの人生っていうのを考えれるかってなかなか考えられないです。やったことは悪いです。でもなぜそうなるのかっていう話なんです。で、我々50代のおじさんおばさんたちは、コロナの時とかで、ふっとそういうことが分かったんです。あれ 俺もそうなるかもしれない。あれこうなっちゃう。私もそうなっちゃうのかもしれない。今はいいけど。っていうようなことになったときに、まあ直近の話で、和久井学ぶ50代、えー、女の子に貢いで貢いで、最終的に騙されたって、ぶち切れてめった雑誌普通はおかしい事件、これ。普通はおかしい事件だけど、なんか哀愁と共感と悲しさを感じて、和久井学ぶに心が動かされたというおじさん、おばさんたち。おばさんたちは、 なんかかわいそう。まあ、ところが、他にもストーカーをやっていたっていうことが分かっても、みんな夢から覚めたっていう話なんですね。その一件だけならなんとか。でも、他の女性にもストーカーをやって、それはちょっと違うだろうと。まあ、本当は分からないですよ。分からないけど、そんなことって普通はないだろうっていうことでもうみんな気持ちが覚めてしまった。というようなことがあるので、本当に、これもきちんとこういうふうに話していかないと分からなかった。いや、 宝島学美、ま、ね。内田理子、本当は何があるかわからないですよ。田村ルナに。ね。何があるかわからない。本当のところは。でも、人を殺したり殺そうとしたり、誰かに殺させるってことはダメでしょってことです。理由が云々とか、道理がどうのこうのとか、理屈がちまマドカッパじゃなくて、そんなことじゃなくて、ダメなものはダメっていうことですね。 じゃあ、なぜそういうことをしたらこうなるかっていうことを、ニュースやテレビは捕まった、どうこうしただけなんですよ。結果どうなってったっていうことは言わないじゃないですか。私は捕まった側からの話をしているわけですね、これ。うん。捕まる側、やらかしちゃった側の目線で喋ってるっていうのはそうそういないと思うんです。ね。そこを皆さん聞いていただけるっていうことは、共感を持っていただけるっていうことは、ね。一定数、自分たちもそうなってしまうかもしれない。 うん、被害者じゃなくて加害行為になってしまうかもしれないっていう危うさが今の世の中にはあるからですよ。紙一重なんですよ。ね、皆さんだって父親母親ぶっ殺したいと思ったことありますでしょ、まあ、私はないですけど、うん、あまりにもあのね、あの甘々でであれなんで、この人たち死んだら私どうしようと思うけど、大体いいそういうふうにありますでしょそんなことなんか。 うん。でも、思うことはもう、私だって他人でこいつ死ねばいいのにって思ったことはいくらでもありますよ。でも、死ねばいいのにと思うことと、殺してしまおうと思うことは大違いですもう。天と地の差があるわけですよ。そこがなんで埋まるのかって話なんですなぜそこが直結しちゃうのかと。単純に、勉強ができるとか、できないとか、精神的な動向っていうわけじゃないですよ。 ね、勉強できない人がみんな殺人鬼かって違いますね。ね、精神疾患持ってる人がみんなさ殺人するのか、みんな死にたくなるのかって違いますよ。それは。死にたくなる衝動があっても死に行こうとする行動をするかどうかまた別の問題です。ね、昔はそれが弱いとか、ね、あの、ね、自分の心が弱いとか。 屋根何とかってもう今そんなこと言ったら笑われるんで弱いから死ぬんじゃなくて強ければ生きてるのって全然違います強い人ほど折れやすいし弱い人ほどしなやかだってしますからねだからそういったことを何か植え付けられたようなことをあずっと頭にいてどうやら私が今思うのは変に真面目な方ほど苦しんでますねうん本当に世の中のルールや常識がかなり はっきり分かってくるよね。曖昧なところがなくなってきてる。ダメなものはダメ。許しません。みたいなことがなってきてるんで。そうなってくると、どうしても人間って、やっぱりそんな完璧じゃないですずっと真面目にやってるうね。横断歩道をしっかり渡ろうと。と赤信号はダメって言っても、ふとした時にそういうことになってしまったり、ミスするつもりがないのにミスしてしまった時に、ああ、どうな、どうしてしまったんだろう、私。なんでこんなことしてしまったんだろう。ね。そこをちゃんと自分でこう、うまく、 まあいいじゃんと、ね、でもまあいいじゃんばっかの人はまあいいじゃんつって言ってタバコのボイスつけね信号無視悪口書き込み <laughs> でやっちゃうんでしょうけどね。うんねまあ話が本題からそれてもうサムネ詐欺ですわ今日なんて。ね、ただまあこうやって宝島6から7になってこういうことでわーっとやってろうと思ったんだけど。 メインチャンネルのコメントの内容を見ていて、ちょっと悲しくなっている。分かってないのはあんたたちだしよって。うん。人の殺人事件ですわ。うん。誰とも知りませんわ、これ。ね。だけども、ね、こうやって語ることがいけないんですかね。百発百中当てなきゃまずいんですか間違ってる考察もありますよ。 だからって間違ってたってた、まあ今回のことには私は寸分も間違ってると思いませんけど、YouTube で喋れる限り名誉毀損と嘘を言わないように喋った限りが今できていると思います。逆に知り合いが逮捕したら1ミリも喋れませんね。<laughs> 知り合いしょっちゅう逮捕されますよね、私。YouTube やってる関係、ね、絡んだ人、ね、知り合った人結構た、あの、逮捕されますよ。でもその人たちのことなんか喋れないですよ、逆に。知ってるからこそ。ね。 うん、知らない人のことだから喋れるっていうことね、分かっていただきたいなと思います。以上です。はい、皆さん、最近チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう、実は漫画、極道楽園、ね、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね、URL 貼っときますんで、あの、電子版なんです。 ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうことこれを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい本です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、 皆さん、よろしければ、お買い求めください。以上です。